ニトミルク国立公園は、オーストラリアのノーザンテリトリー、ダーウィンの2 4 4トル南東に位置するキャサリン川やエディスタキの渓谷一帯にある。以前は、キャサリン渓谷国,国立公園という名であり、その北端は、カカド国立公園と接する。峡谷やその周囲の地形は、ニトミルク国立公園の管理者で、先住民のジャオイン人にとって偉大な儀式に、 重要な場所である。ジャオイン語で、ニトミルクは、セミの夢見る場所を意味する。渓谷は、カヌーや平底船で探索することができる。寒気には、渓谷の川の水位が下がり、分かれる。これらは、雨季になると再び繋がる。キャサリンの町の約30キロメートル東のキャサリン渓谷に、ビジターセンターが位置する。地質や国立公園の地形。 アボリジニの歴史について説明するインフォメーションディスプレイが設置されている。ツアーはこのセンターや街のビジターセンターで予約できる。キャサリン川によって古代の砂岩が削られた深いキャサリン渓谷は公園の中心的な名所である。キャサリン渓谷は13の渓谷と林や滝から構成され、カ,カドを水源とするキャサリン川が流れる。4月から10月にかけての寒気の間は、 キャサリン渓谷のほとんどの場所で流れが穏やかになり遊泳やカヌーに適する。川に沿って巣を作るため川の大部分にはオーストラリアワニがいる可能性があるがこれらは人間には無害である。川の水位がとても高くなるうきの間、イリエワニは定期的に川に入り、その後寒気の始まる際に再び低い場所へと戻っていく。 したがって、雨季には遊泳は禁止されている。様々な長さのクルーズは第5渓谷まで行く。キャサリン渓谷のパノラマトレイルは、キャサリン渓谷とレディンの間のジャオインジンの旅するルートである。それは、人々のために土地権を確保するのを手伝い、この道を家族と歩いたピーター・ジャトブラと名付けられた。ピーター・ジャトブラの家族は未だにこの地域に住んでおり、 この地域に放仕している。オーストラリアワニは、年中側に広く生息している。雨季の間、水位が上昇し、イリエワニが渓谷に入るのを可能にする。見ることのできる鳥には、ミサゴ、アカオクロウム、オオニワシドリ、クチシロミツスイ、ハゴロモインコが含まれる。絶滅危惧種の古近調のためにバードライフ、インターナショナルのように認識された。 アンベリーヒルズ重要町地域の一部は公園内にある。ありがとうございます。